湘南二人茶事物語。こちらの動画では初心者の皆様でもご理解いただけますよう茶事の形式を分かりやすく説明しています。登場人物は二人のみ、この二人で役割分担をしております。皆様の想像力をお借りしてお送りしていきます。懐石料理も和菓子もすべて草加の作でございます。ぜひ楽しみながらご覧くださいませ。茶事ではまず寄り付きでコートを脱いだりお化粧を直したり、また足袋を履き替えたりなど身支度を整えます。その後に待合に通されます。扇子を膝前に置いてお互いにご挨拶をいたします。扇子を膝前に置き、もう一度先客にご挨拶をいたします。よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。私、工藤と申します。今日は工藤さん、初期からされた。大変恥ずかしいんですけれども、力不足ではございますが、一日精一杯勤めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。ありがとう、不慣れなもので、いろいろと気がついたらご指導いただきます。こちらこそ、どうぞよろしくお願いいたします。亭主が白湯を持ってきます。白湯を持ってきてしまった。どうぞ、ゆっくりとお召し上がりください。白湯は爪が皆さんに配ります。それでは白湯を召し上がりましたらは腰掛け待合の方でどうぞお待ちください。承知いたしました。組み出しは小さいので回さなくてもそのまま直にこういただいても構いませんが、いただき終わった後は飲み口を清めて膝前に置き、そして組み出しをゆっくりと拝見してください。味わいが使ってますね。
拝見後、お詰めは正客からその組み出しをお盆の上に乗せ、お盆は茶道口の勝手付きに置きます。試合ではお詰めさんはやはり忙しいですね。